この現象が起こったのは2002年からほとんど毎年のように起こっています。越前クラゲの発生場所は中国の近海です。中国では、例えば魚がたくさん捕らえる、乱獲、そして、陸からまたは川から都市からたくさんの栄養物質が入ってくる不栄養化、そして、海水の温度が上がっている地球温暖化、このような要因がいくつも重なってクラゲの増加につながっていると思います。クラゲがたくさん入ると、もちろん作業にも時間もかかるし、でせっかく取れた魚が漁が安ですね、値段が下がってしまうということで非常に困ったことばかりです。クラゲは非常に大きな体を持っていますから、特に定置網などに入るとその体でもって網を塞いでしまいます。で、海水の抵抗が大きくなって、たくさんクラゲが入ると網が破れるということが起こります。その被害が一番大きいということ。1日だいたい1万ぐらいずつ溜まっていって、でだいたいもう網いっぱいになって、でそれでも潮の流れが速くて、で網の中がいっぱいになり、でクラゲで網が破れた。どうすると、あともうずっと失業やん。